気温はピッチレベル30度近くまで上がった米子市の中部野人スタジアムでのゲームです。まずは前半22分、フェルナンジーニョからのこのコーナーキック、失礼、フリーキックです。直接入れてこれで先制、見事なこのフリーキックです。続く前半の26分、ガイナーレ鳥取、このボールこぼれたところ加藤、これが決まって追加点、加藤の今シーズン5点目。続いて前半の38分、ここもガイナーレ鳥取です。このボール思いっきり振り抜いたのは小林、スーパーミドルが決まりました。小林のこのシュートで3対0。枠いっぱいに決めていきました。この3対0で前半を折り返します。しかしまだまだ止まりません。後半の12分、さあここからのカウンターです。レオナルドがドリブル、左にはたいてフェルナンジーニョ、もう一度戻してレオナルド、これが4点目。見事なコンビネーションで4点目を挙げます。レオナルドは今シーズンこれで12得点目です。さあそして後半27分、こちらもこれはフェルナンジーニョから、こぼれたボール、あとはもう当てるだけといったようなこのカニのシュート、これで5点目。もうここで後半27分で5点差、試合をもう決定づけたというそのシーンでした。カニの今シーズン2得点目です。しかしまだまだ止まりません。後半の29分、カニ中に入れてレオナルド、最後はフェルナンジーニョ、これで2点目。この試合2得点目のフェルナンジーニョ、気持ちを爆発させます。これで決まって6対0。一方的にこの後半も押し込むシーンでした。相模原、後半の37分、このコーナーキックからジョン・ガブリエルのヘディング、しかしこれはクロスバーの上、なかなかこの得点ランキングトップのジョン・ガブリエルはこの試合は見せ場を作ることができませんでした。そして後半の42分、ガイナーレ鳥取、星野からビートル・ガブリエル、これがチームの歴史を塗り替える7点目となりました。ビートル・ガブリエル途中出場で結果を残しました。ハイライトはすべてほとんどが鳥取のゴールシーンと、それほど攻撃を圧倒したのがこのガイナーレ鳥取でした。これで試合は終了、7対0でガイナーレ鳥取が勝ち点3をつかみ取りました。